Goodbye 君の運命の人僕じゃない。お前もな。なんでこの中途半端な状態にしとくの。あ、え、やば、マジか、すげえの来たな。色違い、またマスターダークライさんだ。ガラルのファイヤーの色違いかと思ったけど、普通のファイヤーの色違いでしたね。もう当たり前に 6V URL 親ポケルス色違いマーク付きじゃない、珍しいね。これは超珍しい個体で、 PP めっちゃすごい、臆病な性格、リボン持ってない、微妙だな。おー、いや、こいつ来ると安心するわ、やっぱ。はい、久しぶり。酷使されててかわいそう。お、初めてだ。グッバイ。お前何か目論んでねえか。おいしょ。虫。酷使されすぎ。はい、しっころ。ういっす。AV。犬ばっか。レアいよ。持ってなかった。ダメ。石ころも多いな。お疲れ様。おなら。うおい、また来た。やべえっしょ、もう。さすがに色違いとか来ないだけまだマシだけどね。6V。グランピックス .com 初めてじゃない？巨大マックス、マスボ持ち、PP めっちゃ増えてる、陽気のリボンなし、コモリ。持ってなかったんかい。やーべ、マジかよ、こいつまで来ちゃうか。いやー、フィーバーしまくってる。割と 6V じゃないというね。そこ良心的っていうか。良心的っていうのも変だけど。うわ、こいつ珍しい特製パッチ持ち。pkmfans.me ということで。いや、なかなかいかついっすね。初めてパティーンっすね。あ、ただ PP はやっぱ増えてる。いじっぱり。リボンなしということで。これ結構新しいっすね。おいっすー。そんな頻度高くないね。どうもー。こいつほんと名前覚えられん。おい。初。なんだこれ。B なんちゃら最強宝方向ってなんだよそれ。初だね。あ、落ち。コウモリばっか。お、いいじゃん、いいじゃん。おれー。マスターボール。来ました。でも今回ちょっと普通にマシな感じだぞ、いつもと違って。しかも微妙に鍛えてるし。何鍛えとんねんっていう話ですけど、え、割と常識的個体値。ただもちろん親名がね怪しいし、あ、でもマークが中途半端についてる即能の実っていうやつで、なんかそんないいアイテムではないですね、持ってるやつ。あ、ただ PP が全増え、臆病の性格。あ、でリボン全部持ちだからね、すげえな。また来た。はい、御三家、炎御三家の交換。 AV ヒバニーしか来ない。ちょっと進化してる。またいつ面だ。いいじゃん、御三家ばっか。初期のポケモンに戻った。え、来たじゃん。マジか、色違い来た。 EV 普通のまた AV とか色落としたらまた来たわ。もう全然喜ばない。でもお、あー、ダメかな。でもめっちゃいい個体じゃない。ダメかも。他最高。うわー、でも怪しいね。あー、やっぱ EV ドットビップだ。でポケルス色違い、もう王道のやつっすねこいつ。でジタバタ呪い、願い事、あくび。ここ PP 増えてない。まあ忘れさせるやつだからってことかな。ぜずぶといということで、リボンなし一応初。はい、お疲れ。戻ってきたか。おー、また来た。やばいでしょ。お前出勤しすぎだろ。また PKM ラブ。あ、これまた違いますね。ラボさんですね。やっば、こいつ珍しい。何も持ってない、貧弱なやつですね。あ、 PP はもうガン増えしてる。うっかり屋のリボンなし。チャラいなこいつ。はい、こいつも多いね。お、また色違い。やば、御三家色違いなんかもうクソ珍しい。うわー、でもあれだね、当然なんだけどね。はい、 6V。 あ、珍しい特製カプセルだ。特製パッチじゃないんだ。巨大マックスポケフラッシュリベロだね。で PP 増え、容器リボンホイ。はい、ブルンブルン。おい、ブル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 。やば、おい、来すぎだろ。来すぎだって。あ、またこいつはなんだ、 6V じゃないんだよ。で特製パッチ持ち、色違い、親ポケモンファンズ .me、 PP ブエ、いじっぱり、リボンなし。何にも驚かない。ウィス、お疲れ。かわいそうだな。うわ、また来た。また来やがったこいつ。もう動画のネタになんねんだよ、もうこれ以上来られても。 6V ポケモンラボ .com、 モアスターボール、ポケルス色違い、マーク全部付き、 PP ガンブエ、うっかりやリボンなし。いやー、かわいそうあんたも。はい、鬼出勤。おい、持ってなかったんかい。ああ、まただ。なんか珍しい感じだね。あ、持ってなかったんかい。え、また来た。色違い。だいぶボール入り。また、お前何やってんの、ポケフラッシュ。いい加減にしろ、お前。ANK5V ですね。巨大マックス、ポケフラッシュ、ポケルス色違い、全部マーク付きこだわりメガネ、PP ガンブエ控えめ、リボンなし。どうも。ウィッス。
お、また来やがった。おい、お前何やってんだ。はい、6V。 お、持ち物なし、色違いポケルス、全部マーク付き、 PP ガンブエ、うっかりや、リボンなし。うっす、デカクマさん、またどうも。はい、こいつも初めて。おい、また嫌がらせだな、もはや。おい、ポケモンラボ頼むよ。 6V 色違いポケルス、マスターボール。マスターボール何個持ってんだよ俺。 PP ブエ、うっかりや、リボンなし。だるまさん転んだ、ひどいで。おいっす、おい、おい、また来た。おいおい、お馬さん来たよ。何を鍛えた鍛えた鍛えたじゃねえよ。疑似 6V っすね。で、特性パッチ持ち、さすがに色違いはなし。で、技が PP めっちゃブエ、イジッパリ、リボンあり。なんで 6V にしとかないの。アイスくん、ふぅ、倍になっちゃった。お、こいつはいいじゃん。え、色違いこいつ。あ、色違いだ。やっぱり。まあ、怪しかったからね。フランスさんで、抜け出すね。お、でも親がムークだ。で、マスターボール持ち、クライマックス、色違いの PP ブエ、臆病のリボンなし。いつも通りだね。鬼だね。開発ポケ。虫。もうまただよ。電気、連続してきたと思ったら。うんざりするわ。何回同じこと繰り返すんだ。 6V マスボ色違いポケルス、 PP ブエ、うっかりやリボンなし。おい、ベロバー、メッキュー、ヒーバニー。いやーだな、中途半端進化。いや、ウサギ多すぎ。あー、ほう、ペグ、いや持ってなかったの。なんか色違いっぽく見えんだよな。また虫だ。ご三家ね。でっかい虫だ。虫だ、でっかい猫。はぁ、あ、色違い、色違いか。6V。 このパターン初めてだな。特性パッチの色違い全部マーク付き、リベロの全 PP アップ、いじっぱり、めっちゃリボン。またこいつ来たね。おいお前よ。お、新しい人。ちょっと待って、こいつは 6V じゃないんだよね。サボってんな。持ち物特性パッチ色違い、PP めっちゃいじっぱり。もう毎回同じこと繰り返してる。ゲロゲー。おー、いいじゃん。急に来始めたな。メタモンはワンチャンあるぞ。あー、全然ダメ部位ですね。はい、さかなクン。おい、またまたまた、こんにちは。 6V だね。おい、持ち物持ってねえじゃねえかよ。全マークポケルス色違い、 PP ブエ、うっかりや。うっかりやってことだから持ってないってことか。何も。ベロバー。こいつもある意味ベロバーだな。小判。うん、おい、ツボツボみたいな足じゃん。チースト、魚介系持ってねえ。ぐわー、ゴリだ。やだ、虫きた。そうなんちゃ。いやー、もうやだ。勘弁してくれ。ちょ待て、石ころ、お疲れ。え、こいつ色違い。色違いだ。さすがに色違いじゃなくてさ、ドット ORG とかだったら最悪だもんね。6V ですね。色違いマーク付き、切り合いのタスキ、PP めっちゃある。穏やか、リボン一本。ええ。レギュラーメンバーだ。レギュラーメンバー。はぁ、あ、じいちゃん。お前よ。あー、イケメン。鳥。え、はい、鳥。おい、またかよ。しかもハッサムで被るとかさ、マジかよ。クワガモン来ましたよね。どんだけハッサム好きなんだよ。 6V 来た。マスターダークライさん、ポケルス色違いマスターボール、 PP 全フエ、イジッパリのリボンなし。リボンねんかい。またクマ。鳥だ。ウサギ。よいしころ。おい、またかよ。また来た。今度は大物来ましたね。おい、ポケフラッシュまたやってんのかよ、お前。お前よ。やば。6V。ポケフラッシュ .co。色違いの全マーク。マスボー。フレアドライブとかの PP 全部マックス。慎重な性格。リボンめっちゃつき。おい、何やってんだよ。ベロバー。こいつも踊りポケモンじゃん。お、水ゴロ発。虫。増えてきた。ふぅ。いやー、もう、こう地味に 6V だし、ナチュラル 6V じゃね、こいつ初めての。お、ちゃんとこれ信頼性あるぞ。普通のやつで体当たり砂掛け、普通の PP、 真面目な性格。真面目くんだね。真面目くん 6V 初めてだ。もう、うん、犬さん。草生えるわ。やだ、鳥ばっかだな。こいつも多いね。
え、やばいやばいやばい。これはやばいっしょ。これはリピボだし。あーでもダメか。なんでドットコムで名前が ORG なの？あ、こいつ素早さダメかも答えっすね。それで色違い、マーク全部、進化の奇跡、またピーピー全部増えてる生意気、生意気だよ実際。リボンもめっちゃあるっていう。いやこれは新しい。けどダメ。会場連、ちょくちょく来んね。お、初だね。え？マジか。また来ちゃった。あー、五条から来たって。一瞬大丈夫かなと思ったんだけど。五条さん、カメックス。いやー、攻撃ダメかもですね。色違い、マスボ、マーク全部巨大マックス。PP 全部増え、控えめな。ほのかにリボン付き。メツハニー。うおい。ミツハニーと交換できたよ、こいつを。奇跡だろ。またドットコムから ORG をいただくという。こいつ何体目だ？ 6V。 お、珍しい磁石持ちだ。マーク付き、 PP 全上がり、臆病、リボン結構付き。おお、マジか。こいつはもうやばい。連続でやばいの来たね。ポケフラッシュ、おい、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。マスボ持ち全マーク、 PP やばい、いじっぱり、なんかリボン若干かけてる。ほぼ団子ロー。ペイペイか、ペイか。はい、ボス持ってなかったんかい。また増えたね。いらんな。はい、ロンゲー。また姫様か。ここに来て今んこ。どうも鳥だ多分ね。またお前ね、ここに来てくるなんて不思議だね。また犬さんだ。また犬だ。ダルマさん戻ってんね、こいつも。うん、エンドール。ちょ待てよ。お、いいけど。何気に多いね。小物だ。おい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 。また、白馬が来た。はい、6V。厚底ブーツ？で、マッチャンプス。PP すべてアップ。いじっぱり。5つリボン。恋以外恋。進化前来た。クマばっか。ダメかも。おい、ヘルプミーだわ。お、でも、これ、初めてじゃね？何もついてない変なのが。あー、ダメだ、6V だ。6V で凹むっていうね。あー、やっぱドットビップですね。EV の人だ。マスターボール、PP 結構増えてるやつ多い。控えめ。クマ多い。またコウモリ。寺田心から来た。こんな感じで撮影しております。海外ドラマ見ながら、モニター2台使っての、それで、まあ、いろいろ飲んだりとかしてね。やっております。ラストスパート頑張っていきたいと思います。ウィッスー。お前もいっぱい登場したね。メタモン来たよ。あー 4V だね。いつめんだね。猿乗りは悪乗りだよ。おい、来た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 。また戻ってきたよ。おい、ポケフラッシュ。はい、 6V。 特製カプセルという中途半端なアイテム持ち、全マーク付き、めっちゃ PP 増えてる陽気な5つリボン。お、ここに来て初めての、また来た。あ、ポケフラッシュだ。もう連続で送ってくんだ。御三家コンプリートしちまうよ、6V。特製パッチ、こっちはいいね。巨大マックス、PPVA、容器、5つリボン。鬼出勤だね。ウェイ、久しぶり。ヒーバニー。ウェイ、また来た。まただよ。フリーザーでも何でもなく、またこいつが来た。こいつが多いのかな。はい、6V 来た。マスターボール、よっちがいい。親、やばい。PP やばい。臆病、リボンなし。なんでないの？うわ、メッソン来た。待って待って、メッソン来すぎて、色違いになっちゃったよ。出たー、スウォッシュ X。お、でも、割と、こいつは 6V じゃない。でもマスターボールだ。で、親はアルファだよね。うわ、めちゃくちゃ。はたくの PP と鳴き声の PP、えげつねえな。控えめな性格。で、5つリボン。差しかましてきたな。虫。おおおお。トカゲ。もうお前も疲れたろ。いいね。進化前。異常な出勤率。アイマンゴ再登場。うい。お前ももう体ボロボロだろ。クマさん。初。ウィス。悪あがきを寄せ。疲れたろ、クマさん。もう疲れたよ、バトラッシュ。やばいだろ。来すぎ。ここに来て進歩系。酷使されすぎ。別のウサギ。お、また初だ。奇跡起こってよ。矢尻隊ね。6体ゲット。ウィ。連続で鳥だ。どうも。またかよ。ロコン版は。おー、ルカリオ。ダナハル。ここに来て進化系増えたよ。何回目だ。イエッサー。え？また？色違い？来たー、色違い、ここに来て。やばいっしょ。色違いか分かんなかったわ。6V で、はい、マチャンプスの色違いと、全マーク、気合のタスキ。なぜこれ、気合のタスキ？PP やばい、穏やか。いや、穏やかじゃないけど、もう、リボンいっぱい。多いね。やばいほど来んな。おうっす。はい、また鳥へ。今現在23時59分でございます。これ、ラストかな？ラスト来てくれ。頼む、いいやつ来い。ラスト最高に終わりたい。おい、鳥だ。最後も鳥で終了ということで。マジかよー。
ひでえなこれ。はい、ということでカン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 、12時でございます。2021年4月22日、日付をまたぎましたと。これで一日中マジカル交換だけ生活終了でございます。結果見ていきましょう。はい、ということでボックスこのようになっております。いかついでしょう。もうこれ全部珍しいやつっすね。取っといたやつ、ズガドーンとかウラオスとか、まあレジエレキなんかね、尋常じゃないくらい来てますよ。色違い 1,2,3,4,5,6,7,8,9 体も来ました。やばいでしょ。でレイスポス、ブリザポスもあるし、ガオガエンの色違いとかも、とにかく改造臭いやつが、てかもう改造決定と言ってもいいぐらいでしょ、の色違いもこんだけたくさんです。アーゴヨンとかもまでも来てるからね。もうどんだけ多いんだよ。ドランもいるし、もうこいつカップルヒレも来てるし、でレジドラゴンまでね、やっぱ新しい系のは多いんでしょうね。でファイヤーの色違いも2体来てるし、たださすがに解禁されてない色違いとか来ないのがさすがといったところですかね。まあさすがという言い方もあれだけど、まあ唯一純粋な個体多分このヒポポタスぐらいだと思います。よかったの 6V のやつですね。こいつぐらいから珍しいやつ。こいつもでもね、性格も別にいいわけじゃないし微妙なんですけど、まあこいつらはね、まあ濃厚なんで改造っぷりが、なので逃がしていきたいと思います。一体一体、はい、バイバイ。まあ、これ逃がすのめんどくさいよ。逃がすので何分かかかるわ。こいつだけポツリとかわいそうですが残しときましょう。こいつ本物っぽいんでね。逃がすのめんどかったけど、ちゃんとレポート書いてもう書いちゃいます。これで逃がした証明できました。いやこの企画手間しかかかってないわ。寝るスペースがこんだけちっちゃいという、狭苦しい、だが寝る。いやーかわいい。今日もみんなを楽しませるような、笑顔にさせられるような動画撮れたかな。すごく一生懸命頑張って、明日からも編集頑張って一生懸命やらないとな。だから今日は一生懸命寝て、明日に備えよう。みんなが笑顔になって、視聴者さんが幸せになってくれたらいいな。視聴者さんのために明日も頑張るぞ。ということで検証結果、1日中マジカル交換生活をしたら 6V のヒポポタスが1体手に入るでした。マジでえげつないことになりましたね。昔一度同じ企画をやっていて、その際は改造は1匹も来なく、全然映えないから来てくれとさえ思っていたのですが、今回は10回に1回、いや5回に1回は怪しい色違いが来て、凄まじい流通量だったかと思います。 6V ヒポポタス以外のいいやつはほぼ改造種がプンプンというありさまでした。しかもレジエレキ、レジドラゴという新しいポケモンが色違いで大量に出回っているのは特にヤバすぎでしょう。あとはホシガリスとかヒトカゲとかジグザグマとかもえげつないほど流通していましたね。マジか、ルール違反だろ。